傍聴線534-5971傍聴本線は、鉄道省、日本国有鉄道自動車局、西日本旅客鉄道、中国 JR バスの自動車路線である。山口市と豊富市、萩市を結んでいる。1931年5月11日に、開業した、省営バスでは2番目に開通した路線であり、引用連絡路線の一つでもある。 当初は、三田尻と山口の間を結び、路線名も、三山線であったが、1933年3月には、山口と東萩の間が延長され、同時に路線名が、傍聴線に変更された。この路線名は、都央国と長渡国を結ぶことから、それぞれの両性国名の文字を一つずつ取ったものである。傍聴線は、鉄道線の先行及び鉄道線の短絡という二つの、 使命を有していた。当初の所要時間は山口から東、萩まで2時間24分を要した。また、1936年頃にわて、小荷物用付随車を連結させたバストラクタと呼ばれる車両や観光客向けに天井の一部に開口部を設けたオープンバスも使用された記録が残っている。第二次世界大戦後、1949年からは、 輸送力増強が図られ、幹線路線であった本路線には、イスズ BX91 などの大型車両が導入された。また、かねてから、傍聴交通より要望のあった豊富、山口間への乗り入れに対し、1953年12月から、本路線の運行区間に、傍聴交通の乗り入れを認める代わりに、傍聴交通エリアへの国鉄バスの乗り入れを行うことになった。 1965年には、甲府から、周報道への定期観光バスの運行を開始した。1975年3月10日の山陽新幹線外通にあたって、国鉄バスの引用連絡路線は、新幹線との連携を図って、サービスアップを行う方針となった。本路線は、小郡駅に乗り入れることになったが、小郡駅近辺は、傍聴交通の営業エリアであったため、 傍聴交通と協議の結果、小郡駅と東萩駅を結ぶ座席指定特急、萩号を2社で運行することになった。また、同年7月には小郡駅から周報道への直通バスも両社の相互乗り入れにより運行開始された。一方、1970年代以降は四線区の廃止が進められ、1984年時点において、 不採算路線は2路線のみとなっていた。一方で、幹線路線は増強され、1984年時点で、豊富山口間は42往復の運行があり、当時すでに、山口自動車営業所のドル箱路線として位置、続けられていた。傍聴線路線図代々色の線は、特急は、記号路線灰色の線は、JR バス。秋吉線路線としては、豊富山口萩が、 メインとなるが、現在は、豊富と萩を直通する系統はなく、山口市内で系統が分割されている。また、一部路線が秋吉線の区間に直通している。県庁前バス停、ありがとうございます。